元気が出る大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。大ちゃんチャレンジ。今日は干し柿、吊るし柿を作ってみたいと思います。昔から伝統で柿を甘くするために、水分を上手に抜くために、タンニンって言われる可溶性から水溶性に、甘くするために吊るして天日干しをするんですね。昔の人がよく考えたものですね。北川大輔、初めて吊るし柿挑戦したいと思います。まずは柿をいただいてくるとこからスタートですね。普通スーパーとかで柿を買うと先がみんな切れてしまっているので、あれではダメなんです。ちゃんと枝がついていないと引っ掛けて吊るせないですもんね。さあ、それでは始めてみたいと思います。まずはいただいてくる動画からご覧ください。大チャンネル。柿の木があります。たまれんばかりにいっぱい実をつけています。今許可をいただき収穫をし、今日はこれから吊るし柿チャレンジをします。すごい楽しみです。吊るし柿を作るのにちょうど枝が残るように、この部分とそしてこの部分ですね、取りたいと思います。こんな感じで枝付きの状況でいくつか収穫していきたいと思います。こんな感じで枝付きです。こんな感じです。おふくろ自慢の吊るし柿、食べれば広がる幸せが。吊るし柿食べると幸せが広がりますよね。さあ、取ってきました。じゃあこちらです。全部で30個ね。スーパーで柿を買うとですね、残念ながら枝がついてないんですよ。で、吊るし柿を作るためにはこの枝がないと紐で吊るせないじゃないですか。ですからやっぱり樹木からちゃんと枝を突きの状態でこうやって燃えてこないとダメなんですよね。目の前に見えますか、これ。ほら、今日はちょっと一本だけ葉っぱ付きのを取ってきましたけどね。ということで今日は人生初大ちゃんチャレンジ、吊るし柿を作ってみたいと思います。それではスタートです。まず第一工程は綺麗に洗うところからですよね。やっぱり天然でなってるものですからね。それを洗ってきましたので今綺麗に拭き直します。でもツヤツヤ見てねえ、天然でいいね。柿美味しそう。枝ちゃん、さようなら。よいしょ。ね。さあ、これで、吊るし柿ができそうですね。さあ、第二工程は、このヘタを取るんですが、ハサミを使ってきれいに取るのがいいですね。こういうね、細かい手作業がちゃんとできると、きれいな干し柿ができますね。吊るし柿。楽しみ。こんな感じですね。これを全部きれいに削いでいきます。だいぶね、なんか少しずつ慣れてきて、ね。初めてってやっぱりね、どうしていいかわかんないけど、見よう見まねでね、いろんな人の YouTube とか動画とかちょっと見て学んできましたけど、なんか結構きれいに、こんな感じでね。これでいいかな。お、なんか、ねえ、だいぶ上手に切れるようになってきたね、これね。上手とか言ったら、下手なんて。じゃんじゃん。さあ、最後の一個のヘタになりました。よいしょ。よいしょ。さあ、完成です。ね、まずはこれでヘタを取りましたので、次はピラーを使ってね、こうやってって剥いくんですね。もうこれで半分ぐらい出来上がったと一緒。これで綺麗に剥いたら、紐を引っ掛けて吊るせば、あとは、天日の力を利用して吊るし柿ができると。もう半分ぐらい終わった感じですね。第3工程になります。柿をピーラーを使って皮を剥くんですね。やってみたいと思います。
さあ、こんな感じですかね。出来上がりました。これを30個作りたいと思います。だいぶ、ね、慣れてきました。よいしょ。止まってるよ。さあ、最後です。やっぱり30個動くとね、慣れるね、これ。勢いが出てきた。ピラってやっぱりこう、思いっきり行かないとダメだね。もうね、ほんと甘い香りがね、もうこれだけで今一口ガブってかじりたい感じなんだけど、もう今日は、吊るし柿のための皮むきをしているので、お預けかな。よいしょ。さあ、これで完成だ。はい、むき終わりました。むき終わりました。完成でーす。かいっくえば、鐘が鳴るなり、法隆寺。あ、違った。さあ、ということで、これで、じゃーん、見て、こんな感じです。しっかりと30個、剥き終わりました。約1メートルのこの芋がありますが、下の方から結んでいきます。これね、いってみたいと思います。結構もう、しっかりとね、ぐるっと結んでいいと思います。食べるときには、この枝を切るというのがいいのかな。よいしょ。ね、風が、これで大体10センチくらい、あんぐらいかな。ね、大体2つ目。結びます。これも同じように、ちゃんと、結び目を入れます。結構ね、風が吹いたりして落ちるとね、もったいないんだよね。よいしょ。はい、これは二つ目です。で、三つ目。一、二。ね。で、紐を引っ張って。よいしょ。はい、三つ目。ね。三つ目です、こんな感じ。で、八つ目。よいしょ。はい。四つ目。あと一個。ラスト、ラスト。よいしょ。柿すだれ、じゃーん。こんな感じです。これを6つ作って、ね、今日の仕上げとなります。さあ、次よ。じゃーん、無事に完成しました。こんな感じでーす。ね、吊るし柿の宝石箱やーっていう感じ。これはですね、殺菌をしないといけないので、沸騰させたお湯にちょっと入れて、殺菌を5秒して、その後吊るして、時間が経って水分がなくなったら、美味しい吊るし柿ができるっていうことなんですね。この吊るし柿は、これからある撮影にどうしても使わなきゃいけないものなので、その撮影が終わったところで皆さんがこの吊るし柿を出来上がったものを見る機会ができるんじゃないかなと思っています。今日の動画はここまでです。吊るし柿を作ってみましたという大ちゃんチャレンジでした。今日は最後までご視聴ありがとうございました。またねー。手製のできました吊るし柿です。これ撮影に使います。はい、回します。はい、じゃあ行きます。はい、またはいよーい、はい、笑顔、はい、撮りました。はい、はい、はい、あ、よくできた、よくできた。あ、最高、うん、いただこう。あ、うまい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 。うめえ、うめえ、うめえ、うめえ。はい、カット。はい、あ、本当じゃあ、どうぞ、いただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。いや、甘いでしょ、甘い。ね、うん、ね、うまい、うまい、うん。この動画が良かったと思われる方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録、お願いします。